ないで。リン、迎えに来たわよ。って、どうしたのリン。あのね、おばあちゃんと遊ぼうと思っておばあちゃんの部屋に行ったら入ってこないでって怒られちゃったの。そうだったの。おばあちゃん忙しいのかもね。また後で声かけてみよう。でもね、リンずっと待ってるんだけど、おばあちゃんお部屋から出てこないの。お泊まりしてる間一回も出てきてないんだよ。そんなことは。え、そうなんですか。何してるんだろう母さん。昔から何かに集中すると周りが見えなくなるからな。そういうところあるわよねお母さん。え、今の音何。母さんの部屋からだ。行ってみよう。え、お母さん大丈夫ですか。しっかりしてください。大丈夫よ。とりあえず出て行って。もしかしてずっと飲まず食わずだったの。かなり痩せてるし、クマもひどい。寝てないんじゃないですか。飲んでる暇も、ご飯を食べてる暇も、寝てる暇もないの。私には。いいから出て行って。集中しなきゃいけないの。お父さん、病院に行って点滴もらってきて、栄養剤を体に直接注入するわ。倒れてる時間なんて私にはないんだから。とりあえずみんな出て行って。母さんがこんな状態なのに出て行けないって。これ何かな。触るんじゃないわよリン。うへー、これは心臓。なんだこれ。父さん、何か心当たりがあるのか。そんな、コウタ君が心臓の病気なんて。心臓移植しないと5年後の生存確率が 10%。 そうよ、心臓のドナー提供を待ってたらコウタは天国に行っちゃうかもしれない。だから私は人工の心臓を作ることにしたの。いや母さん、他の手段だってあるでしょ。募金を募って海外で手術を受けるとか。それも並行してやってる。そっちはコウタの母親マサミがやってくれてるんだけど、全然集まってないみたいなの。かなりの費用が必要なのよ。他人だけに私の大切な大切な孫の運命を預けられない。待ってるだけじゃなく私もできることをしてるの。そういうことだからみんな出て行って。お父さんは点滴の手配を。おばあちゃんの、おばあちゃんのバカ。はい、なんですって。リン、なんてこと言うの。おばあちゃんに謝って。いや、ちょっと待ってみよう。あやね、ハルト、このままじゃおばあちゃんが死んじゃうよ。別に私の命なんてどうでもいいの。コウタを救えればそれで。へい、痛い。何するのよ。おばあちゃんがね、コウタくんのことが好きなように、リンもママもパパもおじいちゃんもコウタくんもおばあちゃんのこと好きなんだよ。リンはおばあちゃんのこと大好きなんだもん。死んじゃっていいなんて言わないでよ。リン、母さん、コウタくんを思う気持ちはわかるけど、自分のこともちゃんと大切にして。私たちもどうにかできないか一緒に考えますから、一人で抱え込まないでください。そうね、私が悪かったわ。間違ってた。リン、本当にごめんなさい。私はリンちゃんとコウタくんのおばあちゃん。リンちゃんとコウタくんのため、孫のためなら死んでもいいといつも思ってるくらい、二人のことが本当に大切。それなのにリンちゃんのことを泣かせちゃうなんてね。反省しないと。
周りが見えなくなりすぎてたわね。お父さん、ご飯ちゃんと食べるわ。私は手を止めないから、お父さんがあーんして。え？何これ？はあ、でも素人が人工の心臓を作るってなかなか難しいんじゃないかな。そうだよね、未だにできてないんだし。あ、そうだ、リン、いいこと思いついた。いいこと？あのね、そして私は翌日リンちゃんと一緒にある場所に行くことに。おーい、マモルくん。あ、リンちゃんと、リンちゃんのおばあちゃんですよね。ええ、今日は時間を作ってくれてありがとう。いえいえ、リンちゃんと一緒に来たのは天下のうぐもりグループの本社。社長のレオンくんと副社長のマモルくんがリンちゃんのお友達だそうで、紹介してもらうことになったのよね。資金力もあるし、この人たちなら人工の心臓を完成させられるかも。あれ、レオンくんは？あれ、兄ちゃんさっきまでいたのにどこ行っちゃったんだろう。まあいいや。それで話っていうのは、孫を救うために人工の心臓を作りたいの。お願い、協力してくれないかしら。この通り。いや、頭を上げてください。じゃあ作ってくれる？作りたいのは山々なんですけど。何でもするから、お金ならいくらでも払う。リン、肩たたたたき券あげるよ。リンちゃん、肩たたき券ね。というかもう作ろうとはしてるんですよ。え、そうなの？はい、でもなかなかうまくいかなくて研究が進まないんですよね。兄ちゃんも俺も今一番力を入れてるんですけど。ちょっと貸して。はい？何するの？え？兄ちゃん？あのね、今借り物競争をスモモ様たちとしてて、おばあちゃんのバッグ持ってかなきゃいけないの。だから貸して。いやよ、引っ張らないで。失礼だよ兄ちゃん、話して。でもスモモ様に負けたらワッフル島からバンバンジージャンプって、俺高いところ怖いんだもん。エッフェル塔でバンジージャンプでしょ。とんでもない罰ゲーム思いつくな。大丈夫だよ、その罰ゲームは絶対にやらないで済むから。レオンくん、ダメだよ。リン、怒っちゃうよ、やめて。ごめんなさい。うわ、ちょっと急に話さないでよ。話せって言ったり話さないでって言ったり、難しいよ。待て、それは私の。返して。兄ちゃん、返してあげて。守、これ難しくて俺にはよくわからないけど、ビビビってきたよ、読んでみて。え？人工心臓の作り方。ああ、それは自分で作ってみようと思ったけどうまく作れなくて、だからこうしてあなたたちに頼みに来たの。これいけるかも。え？本当に？はい、正直理論に穴は多いですが、うちの研究と組み合わせれば。ちょっと研究室に行ってきます。すごい、これどうにかなるかも。早くマサミとコウタ君に報告しに。あ、いや、ダメだ。これでダメだったらぬか喜びさせるだけになる。うぐもりグループからの連絡を待たないと。そして1週間後。本当に？やったやった、人工心臓作れるって。今からコウタ君の家に行ってくる。よかった、私がやってたことは無駄じゃなかった。コウタ君を救えることが本当に嬉しい。私は全力で走ってコウタ君の家まで行った。コウタ君もマサミもケンタさんも喜ぶだろうな。はあ、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 あれ、
インターホン押しても誰も出てこない。出かけてるのかしら。焦りすぎたわ。連絡してから来ればよかった。おばあちゃん。お？コウタ君の声が聞こえたような。おばあちゃんここだよ。コウタ君？え？なんでそんなところで正座してるの？寒いんだからお家の中に入って。ううん、僕はここにいる。え？パパとママがね、ここで正座したら心臓が治るって教えてくれたの。だから僕はここにいるんだ。おばあちゃん、僕頑張って治すから。マサミとケンタさんがそんなことを？ねえ、それ本当なの？え、うん、そうだけど。信じられない。あの子たち何考えてるの？コウタ、ちゃんと正座してる？って誰かいるぞ。やっぱめんどくさいことになるかも。だから出かけてるときは部屋に入れとこって言ったじゃん。なんだよ、俺だけのせいかよ。お前だってノリノリだったじゃねえか。どうする？少し金払えば黙っててくれんだろ。って、お母さんじゃね？え、ほんとだ。なんだ、お母さんか。やっほー。まさみ、ケンタさん、これどういうこと？え、どういうことって？なんでコウタ君に正座させてるの？させてるわけじゃないですよ。こいつが勝手にしてるんです。あなたたちが正座すれば心臓が治るって言ったからでしょ。ああ、お母さん、ちょっとこっち来て。何よ。お母さんにさ、1000万円あげる。え？ほら、受け取ってください。これで見なかったことにしてよ。何言ってるの？というか、このお金何？あ、募金で集めたお金ですよ。は、はい？募金は集まってないって言ってたわよね。ああ、あれは嘘。ちゃんと希望額集まってるわ。え？でもこのまま心臓移植を受けるより、俺たちで使っちゃった方がいいじゃんって思ったんですよね。だからこうしてコウタを正座させてるんです。ほら、心臓弱いし、こんなことさせてたら早めに天国行ってくれるでしょ。早めに天国行っちゃえば、支援してくれた人たちも私たちがかわいそうになってお金は返さなくていいって言ってくれるかなって思って。最低、最低よあなたたち。わかったわよ。もう1000万円あげるから。そういう問題じゃないわ。あなたたちのこと警察に話すわ。コウタ君は私が育てる。何言ってるの？許さない。あなたたちのことは絶対に許さないんだから。あー、しまった。お母さんってお兄ちゃんと一緒で真面目人間なんだった。だるいな、ここまでうまくいってたのに。とりあえず倉庫にでも放り込んどいて。了解。は、話して、話してよ。あれ、ママ、おばあちゃんは？え？もう帰ったわよ。コウタに頑張ってって伝えてって言われたわ。うん、頑張るね。ここでおとなしくしてろ。出して、出してってば。開かない。このままじゃコウタくんが。翌日、どうしよう。誰か、誰か助けて。コウタくんのことを助けて。どりゃー！え？か、母さん？ハルト、お父さん、どうしてここが？あ、いや、父さんが。これで邪魔者はもういないっと。あ？やっぱ、お父さんたちが来た。コウタ、一旦家に入って。え、どうして？いいから。あ、わかった。どうしたの、お父さん。お母さん？知りませんけど。昨日この家に行くって言って、それから帰ってきてないみたいで。いや、来てないけどね。え、ああ、そうだな。そっか、じゃあどこ行っちゃったんだろう。はい、いないって言ってるでしょ。何度も言わせないでよ。それより私たち募金活動で忙しいんだから、もう帰って。そうそう、
やることたくさんあるんです。何父さん。え、あ、うん、ちょっと何言ってるの。お父さん、お兄ちゃんもやめてよ。そうです、やめてください。そういう問題じゃなくて。うん、パパ、いっけー、普通のパンチ。どりゃー。母さん。お父さんが見つけてくれたの。でもどうやって。え、そうだったの。いや、やばい、どうする。この人数はさすがに。家の中にいたコウタ君に聞きましたよ。あなたたち、コウタ君にずっと正座させてたんですよね。逃げるぞ、マサミ。あ、ちょっと待って。ダメ、行かせないよ。リン、危ないわ。ダメ。ふっ、子供ごときに私たちが止められるわけないでしょ。このまま吹っ飛ばしてやる。ガッツンコー。ケンタ、しっかりしなさい。幼稚園児に負けてんじゃないわよ。もう一回行くよ。やめて、お願いだからやめて。ガッツンコー。ビガー。イエーイ。本当によくやったわ。その後、マサミとケンタさんは警察に捕まり刑務所行きに。長いお勤めになるそうだ。募金のお金は出所後少しずつ返していくことになる。ハルトの友達の犬塚くんがカニ漁船の仕事を斡旋してくれる予定だとか。そしてコウタくんはというと。あ、すごい、おばあちゃん走れる、走れるよ。わーい。うぐもりグループが人工心臓の開発に成功し、無事に今元気に走り回ることができている。本当によかった。ちなみに今コウタくんはうちで暮らしている。これもみんなのおかげよ。ありがとう。パッタ、おばあちゃん。え、また何か無茶したんですか。そっか、布団に運んでくるね。リンも一緒に運ぶ。こうして私は孫を失わずに済んだ。今回開発した人工心臓はこの先多くの人の命を救っていくことになる。コウタ君のために作ったものだけど、私みたいに大切な誰かを失うかもと辛い思いをする人が減ってくれるのは嬉しい。これからは大切な人たちのこと、もっともっと大切にしていこう。そしてそんな人たちが大切にしてくれてる自分のことももっと大切にしていかないとな。うわー。